チケン。こんにちは、プチケンのゆうはです。今回は2021年春夏トレンドに上がっているデニムを使った着こなし動画になります。一つ目はデニムシャツです。デニムを今風に着こなすのであれば、カジュアルさは少し控えめに大人っぽく着こなすのがポイントです。デニム自体がカジュアルな印象のアイテムなので、 T シャツにそのまま羽織るというだけでは垢抜けない印象になるかなと思います。今着ているコーディネートのように合わせるパンツをきれいめに変えて、少しメンズライクでハンサムな印象を残しながら着こなしてみました。このコーディネートのように柔らかな素材のスカートと組み合わせて、素材同士のギャップを楽しみながら少しエレガントに女性らしく着こなすのもおすすめです。2つ目はデニムパンツです。今季のデニムパンツは太めデニムがトレンドです。2021年のパンツのトレンドとしてゆったり着られるものが多くなっていて、デニムにも同じ要素が求められます。春夏は淡いブルーデニムやウォッシュ加工されたものにシャツやデザインブラウスを合わせる着こなしが可愛いと思います。ただ私のように低身長だったりとか小柄な方は、あまりにもワイドなデザインすぎると少し着こなしが難しいので、セミフレアだったりとかハイウエストなどスタイルがよく見えるものを選ぶのがポイントになります。3つ目はデニムジャケットです。デニムジャケットも毎年定番のアイテムなんですが、これもただ羽織るだけでは子供っぽくなってしまったり、なんだか垢抜けない印象になりがちですよね。例えばこんな風にダボっとしたパンツを合わせつつ、低身長さんや小柄さんが子供っぽく見えないようにヒールを合わせたり、小物使いで女性らしさを出してコーディネートするのがポイントです。またお時間のあるワンピースなどと合わせると、デニムをカジュアルダウンさせながら柔らかく女性らしい雰囲気をまとうことができるのでおすすめです。それでは3つのデニムアイテムを使ってハンサム編、女っぽ編で6つのコーディネートを作ってみたので、ぜひご覧ください。
この動画がいいなと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またこういうのどういう風に着こなせばいいのなど何か悩みだったりとかご相談とかがあればぜひコメント欄にお願いします。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。